石黒富士大は、日本の経営者。ネットイヤーグループ株式会社元代表取締役、社長兼 CEO。経済産業省 IT 経営戦略会議委員。経済産業省産業構造審議会、情報文化会議員。愛知県一宮市出身。名古屋大学経済学部卒業。スタンフォード大学経営大学院修了。 生管機製造会社経営の家に生まれる。1980年、名古屋大学経済学部卒業。8ヶ月間ほどアルバイトに従事。1981年1月、ブラザー工業株式会社入社、米国向け OEM や欧州向けディストリビューション戦略など、海外マーケティング業務に就く。1987年、 キャリアアップの転職を決意し外資系企業の面接を受けるが、面接担当者に当社は MBA 所持者以外採用しないと言われ、衝撃を受ける。1988年1月、株式会社スワロフスキージャパン入社後、新規事業担当マネージャーに就く。結婚して一時を設けるも、育児と仕事に疲れ、手助けのために上京した母親が1ヶ月後に、膵臓癌で死去後、 MBA 取得を決意し、毎朝5時から受験勉強する。1992年、スタンフォード大学ビジネススクールに2歳の子を連れて留学。同大経営学修士修得。1994年9月、アメリカシリコンバレーのコンサルティング会社、アルファメトリックスインク社長。1999年1月、ネティナーグループ、インク取締役。 1999年7月、ネットイヤーグループ株式会社取締役。2000年5月より、現職。2006年1月、トリビティ株式会社取締役。2006年10月、株式会社電通ネットイヤーアビーム取締役。2009年1月、株式会社トライバルメディアハウス取締役。2014年マネックスグループ取締役。 ホットリンク取締役。2015年損保ジャパン日本講和取締役。2021年セガサミーホールディングス取締役。2002年、2010年、名古屋大学工学部客員教授として、大学生のための職業論を講義。ありがとうございます。